皆さんこんにちは。旅するアーティスト、他力ペインターの地球です。遊行の記録2021年秋編、今日で最終回となります。昨日からね、続いたあの辰野編なんですけど、今日は辰野の旧城下町の様子ですね。街並みをこう結構写真があるんで、それを見てもらいながら、その時の感想だとかを話していきたいと思います。はい、ということで今回は辰野のね、旧城下町の街並みを見てもらいました。いやー、なんかなんだろうな、僕もこういう街並み、あの古い街並みって、全国ね、あの本州だとあちこち結構あったりして、そのなんていうかね、景観保護されててっていうのはあると思うんですけど、僕はね、ここまで、ちゃんと
なんていうのかな、街並みがずっときちんと保護されてるっていう、景観保護されてるとこっていうのが初めてだったもんで、なんせもうすごい、すげえなーって思いながら、ほーっとか思いながら感心して歩いてたんですけど、まあそれでもね、時間がちょっとそんなに、なかったので、確かね、この日午後からちょっともうその、あれですね、日向瀬の備前市の方に戻って、打ち合わせかなんかがあったような気がするんですけど、それでちょっと午前中で、まあ、なんていうか、サクッと見るっていう感じでしかなかったんですが、本当はね、もっとね、時間かけて、一日がかりでゆっくり回ればね、もっといろんなとこ、回れとかたくさんあったので、行けてないとこ結構あったんですけど、ね、そこはちょっと心残りではあったんですが、まあ本当言うと、ここはまあね、一日とか半日とかじゃなくて、まあ2、3日ぐらい滞在して回るぐらいがいいんじゃないかなっていうぐらいのボリュームというか、雰囲気もあるしね、すごくこう、なんか途中、なんだろう、マレーシアの料理とか、ね、お店とかありましたけど、まあ全然この古い街並みとは関係はないんですが、まあそういったお店がね、こう、なんていうか、ミックスされてるのも面白くてね、街並みはまあ古いその古民家とかを生かしてるんですけど、そうやって新しい、まあ事業というか、お店ができててっていうか、で、この街自体を使ったその宿っていうのも、まあ僕が泊まったそのパーチーゲストハウス以外にもね、まあ、一棟貸しの宿だったりとか、ちょっと多分値段は少し上がるとは思うんですけど、とかこうそういう取り組みも結構ですね、あって、まあ昨日もちょっとそれ触れましたが、最近その活動がどこまでやってるかっていうのは、ちょっとチェックできてないんで、わかんないんですけど、結構その街をね、保護して、でその不動産屋さんとか、なんかこういろいろと、その、なんていうのかな、いろんなところが、共同で、プロジェクトを進めてるような感じでしたね。なんで、まあ、同じところでね、管理とか、その、まあ、なんていうかな、所有することで、建て替えをなるべくこうさせない、こう、なんていうのかな、やっぱりね、古いものをなるべく保護していって、それを生かした使い方をするっていう方に、をやっていくっていうようなのをやってて、それがやっぱりちょっとね、そういった、なんていうかな、町というか、まあ町全体なのかは分かんないんですけど、まあ、そうやってやってる人たちがいるっていうところがちょっとユニークだし、まあなんか僕も参考というかね、今後どこかでね、またそういう、なんていうのかな、場所を構えたりとか、まあね、関わったりとかしていく上で、やっぱそういった場所をね、に行きたいなとか、なんか、うん、やっぱりそういうことだったりとかも思ったりして、すごくね、まあ、ここにちょっと移住するかとかは分かんないんですけど、まあ、その移住するね、お仕事があるかとか、こう、当てがあるかとかも分かんないですし、ただ、すごくこう、魅力のある街の一つではあるなと思って、僕もやっぱ暮らすんだったらこういったところが、まあ、これでいてね、それで温泉がすぐ近かった最高なんですけど、まあ、本当すごい、そういう意味では雰囲気があって、いいなって、辰野城も途中、写真出してましたけど、ね、石堤があったりとかね、いや南西すごいわけですよ。そんなにこう辰野っていう町自体がめちゃくちゃメジャーな町ではないですし、まあね、なんならその近くのまあ播磨でいうと姫路がやっぱり一番有名ですしね。ただここはそのなんていうかな、播磨の西播磨の小京都って呼ばれるぐらいの場所だったらしいんですが、それをねなんか残してるっていうのは南西いいですよね。うん、やっぱりこう北海道民からしたらね、それはすごい羨ましいというか憧れ、どうなんでしょう、他の方はどう思ってるか分かんないですけど、僕はやっぱ憧れですよね。うん、本当ないので、北海道ってやっぱりどうしてもそのなんていうかな、雪があるからっていうのもあるんですけど、やっぱりその昔ながらの建物ってやっぱ残せないんですよね。その木造で何百年、まあ何百年っていうのもないですし、だいたいせいぜい百何十年とかなんですけど、それでも残す、やっぱりどっかしらこう建物自体はね、手を入れて補強したりとかってどうしてもなってくると、こう本当の原型とどめてるところでなかなか、まあ石造りとかのですね、倉庫とかちょっとあったりしますけど、なかなかなかったりするので、そういう意味ではこういうとこいいなっていうのをすごく思ってね、うん、またいやそうね、しばらくやっぱ行けてないんですけど、また行きたいなっていうのはやっぱり思ってますし、
うん、ここは本当すごく思い出深いで、まあこれでね、一応旅の終わりということで、いろいろと北海道からこう旅してきて戻ってくるは途中の最後の寄った場所だったんですけど、旅の終わりにはすごくいい場所で寄れたなっていうのはすごい思ってますね。はい、まあこの後はしばらくは備前の方に滞在して2ヶ月ぐらいを滞在するのかな、でまた北海道に行くって感じになっちゃうんですけど、まあということで今日は今日で遊行の記録もう終わりですね。2021年秋編終わりで、まあその後はね、一応 YouTube でだいたいリアルタイムでその時に発信とかしてたので、過去のやつってなると多分もうほぼほぼ出すことないのかなと思うんですけど、またちょっとこうなんか思い出してなんか出せるのがあれば出していこうと思うんですが、まあ今後はね、過去作とかも作品展とかの写真も出せれば出すけど、ないかもしれないですね。まあなんかその都度思ったことをこう発信していくっていうスタイルにまたなるかとは思うんですが、よかったらそれも見てやってください。なんせこの辰野っていうところがすごく素敵な場所なので、よかったらこっちの方にね、西の方に行く機会があればぜひ寄ってみていただきたいなと思っております。ということで今日はこの辺で終わります。旅するアーティスト、たりきぶインターの地球でした。どうもありがとうございました。